シデン、何をしているの？重ね？別に何もしていない。隠すぐらいなら誰にも見えない場所でやったら。人形相手に何してるのかって気になって仕方ないわ。いつから見ていた？さっきからよ。それどんな意味があるの？お前の指図を受ける義務はない。違うわ。気安いおしゃべりとかいうやつよ。私たち同じ部隊の仲間でしょ。仲間はそういう話をするんじゃないの？気安いおしゃべりか。これはバッキーちゃんと言って。知ってるわ。ナオミも大好きだし。流行っているからとうちの親に押し付けられたんだ。僕は全く趣味じゃない。だったらどうして？お前のせいだ。え？お前に一騎打ちで負けたせいで両親がしつこく励ましのメッセージを送ってくるんだ。負けたことを家族に話したの？話すわけあるか！しばらく返信をせずに放っておいたら状況を察したのか、すごい頻度でメッセージが来るんだ。しかもとうとうこんな人形まで送りつけてきた。本人たちは元気づけてるつもりなんだろうな。でも重いだろそういうの。だから返信が億劫でメッセージの着信を見るだけでイライラしてきて。ストレス解消で人形に八つ当たりしていたということ？そうだよ。悪いか！周りに怒りをぶつけるよりいいと思うわ。なんだ、ずいぶん物分かりがいいな。うわ！何の音？元気にしてますか？最近連絡がないから心配してます。お母さんもお父さんもシデンちゃんの味方だよ。シデンちゃんの強さはお母さんたちが一番よく知ってます。頑張れ、負けるな。返信待ってます。それじゃあね。見たか？悪いけど見えたわ。いいお母さんね。いい大人に毎回こんなメッセージを送ってくるんだぞ。いつまで経っても人を子供扱いして。わざわざ端末でやり取りしているの？お守り代わりにって無理やり持たされているんだ。一般人と違って脳内で受け取れるのに本当に面倒な親だよ。あなたがどうしてそこまで反発するのかわからないわ。家族からの励ましが嫌なの？ありがたいとは思っているさ。でも期待に応えたくて努力しても結果が出ないことはあるんだ。そんな時に頑張れと言われ続けると自分の力不足を責められているような気分になる。随分と甘えているのね。なんだと？私は幼女としてランドール家に入って以来両親から励ましのメッセージをもらったことなんて一度もないわ。境遇を比べるつもりはないし、どちらが幸せかなんて一概には言えないけれど、私から見ればあなたはとても恵まれていて温かい愛情を受けている。羨ましいとすら思うのに。お前の境遇も考えず勝手なことを言ったな。悪かった。でも僕に家族の励ましは不要なんだ。両親は僕がどれだけ無様な失敗を犯しても褒めてくれる。それじゃ実力の測りようがない。上にのし上がるためには客観的な第三者に認めてもらわないといけないんだ。家族から愛されているだけじゃ不満なの？そこまでして認められたい気持ちは私にはよくわからないわ。ああ、わからなくて当然さ。勝負に勝ったお前からすれば僕は劣った存在だからな。何年も必死に訓練してきたのに入隊1年目の新入隊員にあっさり負けるなんて、みっともないにも程がある。きっとお前も陰で僕をバカにして笑ってるんだろう。
バカになんてしていないし、笑ってもいないわ。他人に認められたいという気持ちがわからないだけよ。もしきちんと説明してくれるなら、理解できるよう努力するわ。理解する気があるのか？そう言っているじゃない。僕は忙しいんだ。お前にいちいち説明してやる義理はない。シデンも随分悩みを抱えているのね。やっぱりいろいろ話してみないとわからないものだわ。それにしてもコミュニケーションって難しいわね。カサネ、言っておくが、ええ、別にか、まあお前も別にお前に共感。いいか、カサネ、優れた同僚と仕事をすればよ。力が引き出される。つまり僕のおかげだな。そういうこともあるのかしらね。でもそれってお互い様じゃない？なんだか疲れたみたい。少し休もうかしら。休憩はこれくらいでいいわね。まずはお姉ちゃんの居場所を聞きたいわ。カレンはセイランにいるのかしら？怪異になったナオミもセイランにいるのね。カレン連隊長との話で大体事情は分かったけれど。疑うわけじゃないが、本当に人が怪異になるなんてことが。みんなは実際に見ていないから信じられないのも無理はないわ。でも本当のことよ。お姉ちゃんは怪異にされ、私は必ずお姉ちゃんを助ける。そのためにセイランに着いたのだから。そういえばカサネ、体調は問題ない？ブレインフィールドで大きな負荷がかかっていたでしょ。ああ、確かにひどい経験だったけれど大丈夫よ。特に後遺症もなかったし、あの時の私はかなり感情的になっていたわ。だからブレインフィールドもうまく扱いきれなかったんだと思う。一人で暴走するからそういうことになるんだ。僕たちの声が届いたからいいものの、海抜群の戦闘スキルの一つとはいえな。使うたびに自分もヤバいことになってりゃ世話ないぜ。何事も使い方次第ってことさ。切り札にも命取りにもなりうる。力とはそういうものだよ。そうね、分かってはいるつもりだけれど、カサネも無理に使おうとしてはダメよ。ええ、十分注意するわ。みんなちょっといいかしら？あら、はるか、通信をしてきたってことはあなたもセイランへ来たの？はい、カレン連隊長に勧誘されたわけじゃないんですけど、セイランで何かできることがありそうだなって。それでまたみんなの隊のオペレーターを志願しました。みんなの隊？新しく隊が編成されたのか？ええ、その件で伝えることがあって連絡したの。セイランではカレン連隊長をトップとして新たにセイラン海抜群が組織されたわ。規模は元の海抜群の半分くらいらしいけど。本当に半数近くがセイランに来ていたか。これはスオーも大変なことになっているだろうね。カサネ、強化、嵐、シデン、カゲロウ、以上5名は
ゼロイチ招待として再編成されました。体調は重ねよ、頑張ってね。早速だけど、ゼロイチ招待に任務が与えられているわ。まずはカレン連隊長のところへ行って直接指示を受けるようにとのことよ。場所はセイラン海抜軍本部、これからはこっちが私たちの本部だものね。早速俺たちを手駒として使おうってか。ま、しゃあないわな。面倒な輩をひとまとめにしたたいといった感があるね。カレンが処理しやすいように考えたかな。でもみんな一緒でよかったじゃない。アジトもこのまま使えそうだし。カレンからの呼び出しなら好都合ね。すぐにセイラン海抜軍本部へ行くわよ。来たか。ええ、あなたに言われた通りにね。おかげでここまでフリーパスだったわ。人が話している時ぐらい顔を上げたらどうだ。貴様のそういうところは子供の頃から変わらないな。これはこれは陰銀な対応、痛み入るよ。ところで亡命してきたばかりの人間をこうも信用してしまって問題はないのかな。別に俺はお前たちを信用したつもりはない。お前たちも俺を信用しなくとも構わん。だが利害は一致しているだろう。それにスメラギ評議会議長を暗殺したカサネはセーランの人間からすれば英雄だ。あれは英雄であることに何の問題がある。確かに英雄だろうが何だろうが興味はないわ。でもセイランはそれを利用するつもりでしょ。察しが良くて助かる。カサネが英雄であることはセイランでの活動において極めて有利に働くからな。私に何をさせようとしているの。これを見ろ。この風景はクナド高速のあたりかしら。待って、この映像の空にあるのは。あれは未来で見。おっとと、そいつはまだ言わない方がいいんじゃねえの。口が軽いと嫌われるぜ。うるさい、分かってる。思わず口から出ただけだ。どうかしたか。ああ、シレン君の頭がね。信じられない光景に驚いてパニクったみたいですよ。な、あれれ、まだパニクってるのかな。ああそうだよ、パニクっただけだ。でも随分小さいようだわ。私たちが未来で見たクナドゲートはもっと大きかった。年月の差だろう。これが成長して世界を壊すことになるのね。映像からだけじゃ断言はできないが、データを見る限り重力の異常のようだ。その通りだ。クナド高速輸送道路の上空で超局所的な重力異常が発生しているのが確認された。そこで我々はクナドゲートと命名したこの異常現象の調査を行うため専門家の派遣を決定した。クナドゲート、私たちにとっていわくつきの場所ね。お前たちに任せたい仕事は俺と共に現地へ赴きその調査隊を護衛することだ。やるべきことはこれまでと変わらない。セーランでも海抜軍として活動してもらう。それは構わないけれど、ナオミはどうしているの。その話次第では。その話は調査隊の護衛任務を終えてからだ。お前たちが有用な人間だとセーラン自治政府に示す必要がある。それがカレン連隊長の政治というわけですね。くだらんが、最低限のことだけはやっておかないといけないからな。体制に反発していたカレンらしくない発言だな。
重ね、それでいいかな。ええ、納得してはいないけど今は飲み込んでおくわ。未来に行ったことは彼に話すべきじゃないね。あいつは信用ならない。俺に情報を共有しておいて正解だったぜ。案の定誰かさんがやらかすとこだったな。だから謝っただろう。しつこいぞ。早くこの任務を終わらせて、カレンからお姉ちゃんのことを聞き出さないと。お姉ちゃん待ってて。恐ろしいな、周囲のものを吸い寄せているのか。もしあの中に入ったらどうなっちまうのかね。そうだ、シデン君よ、ちょっと指入れてみろよ。入れたければ自分の頭でも突っ込んでおけ。はいはい、冗談でも近づくとかはやめてね。好奇心は猫を殺すよ。この感じ、あの赤い糸のレッドストリングスの力を感じる。異様な、私とユイとの超能力、同じ性質の重力操作能力。この感覚を信じるなら未来のユイとの言葉はやっぱり正しいんだわ。だが、カサネが時間跳躍の力を使った時に俺の力が共鳴したせいでゲートは消えなかった。それどころか、俺が超能力を使うたびにあのゲートは激しく歪み、周囲の空間を飲み込んでいった。原因がユイトに関係していると彼に説明すべき。でも信用してもらうには根拠が乏しい。重ね、カレン、お前は未来に飛んだのか。何のこと。ごまかすな。お前たちはクナドゲートを知っていた。そうだな。いいえ、初めて見たわ。俺に無駄な時間を使わせるな。さっさと答えろ。未来で何があった。思い込みじゃない、カレンは確信してる。なら隠しても仕方ないわね。だったら逆に情報を引き出すまでよ。終わろうとしている世界であなたに会ったわ。すぐに俺だと分かったのか。え？ええ、今のあなたと同じ姿だったから。そういえばユイトは年を取っていたのに、カレンは今と変わらなかった。老化現象が進まなかっただけ。それとも他にカレンが気にするようなことが。未来の俺は何を言っていた。私がもっと早く未来に行っていれば、怪異化した人間を治療する術が見つけられたかもしれないと。なるほどな。カレン、あなた何を知っているの。怪異化した人間を治す方法を知ってるならナオミだって助けられるのよね。俺が教えられるのはセーランの研究施設で怪異に関する研究が行われていることだけだ。そこにナオミがいるのね。そうだ、保護されている。どこなの。施設の場所を教えなさい。それはできない。機密性の高い研究のため一般人の施設への立ち入りは固く禁じられている。私は一般人ではないわ。教えないと言うなら
力づくでも。やあ、お取り込み中のところ失礼するよ。どうやら調査が終わったらしい。撤収したいとのことだ。わかった。お前たちの任務は現時点をもって終了とする。次の連絡があるまで自由行動の許可を与えよう。待ちなさい、カレン。ハラシ、どうして邪魔をしたの。君はナオミのことになると見境がないな。そういう君だから放っておけないのだろうがね。とにかく重ね、研究施設に行きたいんだろ。ならことを荒立てようとしないことだ。どういうこと。お上に逆らって行動するなら従順なふりをしておけということさ。嵐、あなたもナオミを探すのに協力してくれるの。当然だろう。これでも一応仲間だと思っているんだがね。それにナオミのことは気にかかる。怪異の研究とやらも興味深い話だしね。わかった。嵐の力が借りられるのは心強いわ。施設についての情報は集めておこう。ともあれ、一旦アジトに戻るとしようか。ええ、そうしましょう。なるほど、そういうことだったのね。お待たせ、カサネ。おや、みんな集まっているのか。嵐お姉様ってば、カサネと二人で秘密の遊び計画してたのかよ。水臭いね。アサシンもどきの犯罪者を弟に持った覚えはないがね。何の話かな。カサネが罪をかぶっているのをいいことに、何もかも隠したままでいるつもりのようだね。だが少なくとも私は君を信頼していないことは忘れないでくれたまえ。そうだな。カゲロウの思惑は気になる。なぜスメラギ議長を殺したのか。カゲロウは簡単に本音を話すタイプじゃないから、ここはしばらく泳がせておきましょう。本人の目の前でそういうこと言っちゃう。影で言われるよりいいでしょ。私の超能力のこと忘れないでね。透明化した瞬間、範囲ありとみなすわよ。複製体か。強化お姉様に見張られるなら本望よ。はいはい。それより重ね、私たちに内緒で秘密の研究所を調べるって本気なの。別に隠してるつもりはなかったわ。説明の機会がなかっただけ。つもりがなくてもそれを隠してるって言うんだ。重ねたちだけで研究所を調べようなんて、そんな危険なことさせるわけにはいきません。まあ待ちたまえよ。説明の順番が前後しただけだ。そもそも二人で達成できるような簡単な話ではないからね。施設について調べてみたが、一筋縄で行くような場所じゃなかったんだよ。場所が分かったの。ああ、手こずるかと思ったが、セイランのセキュリティも大したことはなかったな。それは嵐ならそうでしょうね。分かったわ。じゃあすぐに行きましょう。おい、気が早いやつだな。いいのか、僕たちもついていくぞ。別に構わないわ。嵐の口ぶりだと一人で行くのは得策ではなさそうだし。ただ断っておくけど、これは正式な任務じゃないわよ。
カレンにもセイランにも黙って侵入するつもりだから、もしかすると面倒なことになるかもしれないけど、それでもいいならついてきて。いいね、カサネちゃんがそう言ってくれるなら俺は都合よく使われてあげちゃおっかな。もうカサネったら、私たちは仲間なのよ。もっと積極的に頼ってちょうだい。やれやれ、亡命早々政府に逆らうってのも我々らしいか。はるか。はい、嵐の情報をもとに比較的安全そうなルートを用意しておいたわよ。ありがとう、はるか。ナビゲートは任せたわ。ずいぶんと思わせぶりなところだね。見るからに怪しんでくれって感じじゃねえの。侵入するところまでは何度かなったわね。だけど内部のデータはこちらから参照できないみたい。大丈夫、ぬかりはないさ。こっちだ。ロックを解除したのか。まったく、いつの間にそんな準備をしていたの。この程度朝飯前だよと言いたいところだが、時間がなくてね。事前調査できたのはここまでだ。私の調べでは、こういったセキュリティゲートが施設内にはいくつもあるようだ。面倒だね。それだけ分かれば十分よ。あとは自分たちの足で探ればいいわ。みんな気をつけてね。近くに物資反応があるみたいね。鍵のかかったゲートがあるわ。キーはカードタイプかしら。このロックを解除するのは骨が折れそうだ。キーを探した方が早そうだよ。誰かうっかり者のスタッフがカードキーを落としてたりしてないかね。おい、なんなんだここは。どうして施設内に怪異がうろついてるんだ。私がやる。怪異を放し飼いにして研究しているのか。まさか、もしそうだとしたら正気の沙汰とは思えないわ。早く消せ。
さなきゃ。置いとくと後に響くぞ。次、敵が珍しいものを落としていったわよ。ほら、お前の助けなど負けじを礼を言っておく。念力と複製って相性がいいと思わない？この怪異たちはみんな人間由来の怪異なんだろうか。いや、さすがにそれはないとは思うが、しかし人間由来もそうでない個体も見た目では区別がつかないからね。考えず進むしかない。今の一体危ない。かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。システムを制御しているデバイスを壊せば解除されるんじゃないか。例えば高い電圧をかけるとかな。重ね、それらしきデバイスがあれば放電してみろ。よっ。特に目的もなく透明化するのも楽しいもんだぜ。ここに何か落ちてるぞ。カードキーだ。待って、この汚れ血じゃないかしら。うん、怪異にやられたここの研究員のものかもしれないな。これは使えそうだね。あるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。
関わる足で。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。気づいていたかい？我々はいつも一緒だね。近くに物資反応があるみたいね。敵の外角に攻撃が命中、破壊できるかもね。
だったな。僕には驚く。ここはもともと美術館として作られたそうよ。この付近に学術都市を作る計画があったの。美術館、言われてみれば確かにそんな感じね。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。
は終わりに。すごいな、鮮やかな手際だった。気を抜かないで。物資が手に入ったわね。ガイド界の攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。仕留めた。まだ終わりじゃない。おいおい、ここは簡易の研究施設じゃなかったのか。こいつはまるで工場じゃねえか。しかもなんだこの変な匂いは。胸がムカついて仕方ない。一体何を作っているの。え、あれってアンプル。やっぱりそうだわ、あの時セイラン軍が落としていったものと同じ。セイラン軍が落としていった？ねえカサネ、そのことを詳しく教えてくれる？ふん、ナオミちゃんが怪異化した時、彼女を連れ去ったセイラン駐留軍が落としたものか。そこはセイランの研究所なんだし、駐留軍が持っていたこと自体はおかしくないわよね。だがあのアンプルをカサネは子供の頃に家で見ていたんだよな。ええ、ランドール重工の仕事関係のものだと思う。製薬会社とも提携していたし。その提携先ってスプリング製薬だったわよね。嵐の家の会社でしょ。何か知らなかったの？ああ、残念ながら
この施設についてもアンプルについても私は何も知らないんだよ。海抜群で広報なんて面倒ごとをやらされていたからな。ま、今から取りこぼした情報を救えばいいだけだがね。嵐、あなたまた勝手に何かやっているわね。情報活動の基本は最も確実性の高い方法で迅速に情報を入手することだ。ひゅー、さすが嵐。セキュリティなんて合ってないようなものってか。しかしクローズドしているからと甘く見ているな。真相領域まで筒抜け。なんだこれは。何を見つけたの？データの共有をお願い。何々？ニューヒムカとの決戦において貴重な戦力となる怪異兵器だと。この映像は怪異に人の脳を移植してる。指令者である超能力者の脳と怪異の脳をさせてつなぎ制御する。人と怪異を一緒に戦わせるつもりとはね。いやはや怪異兵器とはよく言ったもんだ。吐き気がするような発想だ。しかしデータを見る限りまだ完成はしていないようだが。いや、そうじゃない。ただの怪異では成功していないようだが、この実験はもっとおぞましいものだ。サスの適応力を高めるために人間由来の怪異を利用？ありえない、人道に反しているわ。やれやれ、カレン連隊長はニューヒムカを悪く言ってたが、こりゃセイランも真っ当とは言い切れないぞ。カレン連隊長、どうしてこの施設を僕たちに隠そうとしたんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃんを探さなきゃ。待て、カサネ、落ち着け。ここで焦って発見されたら何にもならないぞ。ええ、その通りだわ。嵐、ナオミがいそうな場所がわかる？ああ、すぐに調べる。この先に警備レベルが高い。